アラムさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay 最大 25% 還元、セブンイレブンで始まる3Pay 祭りのキャンペーン開始、PayPay やメルペイもお得ということで、前回の動画では公式発表がされる前にお伝えした内容でしたけども、今回は訂正版として公式発表がされたので、改めてまとめさせていただきました。はい、ということで今回はお伝えする内容が少し多めなので、まあ猫ちゃんは少し小さめでいきたいと思います。ということで PayPay からなんですけども、まず PayPay の場合は、PayPay 残高、ヤフーマネーの方の場合は 20% 還元で、上限は1000円で、5000円チャージまでで OK です。そして、ヤフージャパンカードからの方の場合は 19% 還元で、上限は1000円。なので、5263円チャージすれば OK です。で、その他のクレジットカードの方も今回含まれていまして、0.5% 還元なんですけども、上限が1000円で、2万円までチャージすれば大丈夫です。そして、1番と2番の方に関しては、今回、PayPayチャンスがありまして、20回に1回、そして、最大1000円相当当たるようになっています。そして、ボーナス付与は決済日の翌月の20日頃ということになっています。ということですので、通常の PayPay 残高もしくは Yahoo マネーをお使いの方であれば、綺麗に 20% の還元を受けることができます。あとは20回に1回当たる PayPay チャンスが含まれていますので、これで当たることができれば上限まで一気に到達できそうですね。そして PayPay に関しての注意点なんですけども、もし還元や PayPay チャンスが当たって1000円分まで到達した場合は、通常の 3% の還元や、まあ、0.5% の還元に戻るので注意が必要です。次に LINEPay ですね。今回 LINEPay がめちゃくちゃ良くてですね、20% 還元ということですが、以前にお伝えした内容からさらに良くなっていまして、今回はまず期間中全員に 20% の還元が確定しています。もうこれ本当に嬉しいですよね。なので、期間中の 20% 還元プラス、マイカラープラス、コード決済で、実質 23.5% から 25% 還元が可能となっています。そして、ボーナス付与は支払い直後に付与ということになっていますね。ちなみにご自身のマイカラーの確認方法は LINE のアプリを開いて、そこからウォレット、そして上の金額をタップしたらマイカラーをタップして、そこでご自身が何色かっていうのを確認することができます。そしてまとめるとこんな感じですね。一応こちらも上限額の1000円まで到達するためにどれぐらいのお金をチャージする必要があるのかっていうことも記載しています。まずホワイトの方の場合は 23.5% で、上限額が1000円なので4255円をチャージするということで、レッドの方は 23.8% 還元で、上限額が1000円で4201円のチャージで OK です。ブルーの方は 24.0% で、上限額が1000円、そして4166円チャージで OK です。そしてグリーンの方は 25% 還元で、上限額が1000円までなので4000円チャージすることだけで OK ですということですので、まあ、ホワイトとグリーンの方の差は255円ですけども、今回は還元率が一番高いので、そんなに気にはならなそうですね。まあ、それにしても今回の LINEPay 本当にすごいですよね。最後にメルペイですね。今回はバーコード決済と ID の決済も可能となっていまして、本人確認が必須となっています。そして 20% 還元で、上限額が1000円なので5000円チャージすれば OK です。そして今回メルペイの場合は後払いを設定した場合、5000円でセブンイレブンでお買い物をしたら、還元された分を支払い分に充てることができるので、後日メルペイ残高で支払ったら実質 25% 還元となります。ちなみに後払いを設定した時の注意点なんですけども、これ以前動画でもお伝えしたんですが、メルペイ残高払いだと手数料が無料でできることが良くて、その他の生産の場合は300円の手数料がかかります。また支払いが遅れてしまった場合は年率 14.6% の遅延損害金を請求されるので、後払いを利用する際には注意が必要です。まあ、ここから少しずつまとめていくと、まず、1回の決済で還元率が高い順だと、LINEPay、メルペイ、PayPayということで、やはり圧倒的に LINEPay ですよね。メルペイは後払いを含めたら結構強いので、まあ、そして3番目に PayPay ということですね。次に特典付与が早い順として、こちらも LINEPay、メルペイ、PayPay ということで、LINEPay は決済した日、メルペイは決済した翌日、そして PayPay の場合は翌月の20日頃ということですね。まあ、ここまで多くてですね、まあ、どういう基準で選べばいいのかって迷うとは思うんですけども、まあ、ここに書いてある通り、まず高い還元率を受けて、まあ、5000円もセブンイレブンで使う予定がない方は、まあ、LINEPay でいいかなと思います。そして20回に1回の
のペイペイチャンスにもう全てをかけるならもうぜひペイペイということですね。そしてメルカリやメルペのポイントが余ってたりとか、まあそして手元がお金がない時、後払いを使いたいという方はもうメルペイでいいと思います。まあ前回の動画では僕はもうペイペイが優勢でしたけども、今回の発表でもう LINE ペイがめちゃくちゃ良さそうなので、もう今回僕はもう LINE ペイだけで終わりそうな気がします。まあそんなこんなで今回はセブンイレブンのキャンペーンで LINE ペイ、ペイペイ、メルペイがどれがお得かという訂正版として動画にさせていただきました。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。